あの街の中通っていくの、もしかしてなのかな。お、あぶね、湖に突っ込んじゃったらミッション終了で。あれどんだけ道中のものをさ。いや重要拠点でしょ、違う、重要情報。はい、敵か、あれは物か、住民か、わからない。あ、住民っぽいな。おっとっと、おお。あ、住民っぽいね。住民だわ。なんか聞いといて。お、装備品とか武器の位置。お、聞いちゃい聞いちゃい。やったー。いっぱい出たな。武器とパーツ出た。何あるか見るか。うん。どれどれ。お、角間がだ、角間が。おー、それ欲しい。あ、でもどの武器の角間がだ、これは。7.62。あ、ライトマシンガン、LMG 用だ。あー。補正ストック、アサルトライフル用とキューペケ 19VSN って、これあれじゃないか、レインボーのあの、ああカプカン、そうそう、スペツナズのやつか。そう、スペツナズのやつだ。あとはちょっと武器だけ見るか。 G2 なんかファマスっぽいアサルトライフル、とショットガンのサプレッサーがパーツケース、ショットガンのサプ、あと G28 掛け碁のスコープ、スナイパーライフルだこれ。いいんじゃない、楽しいぞ。それいいじゃん。ルールはいいかも。俺の質問に答えられなければ5ドル、マヤコーの車届けよう。次にお前が質問をして答えられなければ500ドルやろう。デルタの男は少し考えていった。いいでしょう、大佐は微笑んだ。車、あ、この街の中が、うん、住民がちょっと道路のど真ん中で、危ない。空軍大佐は笑みを浮かべた。有金を全部巻き上げようとしたんだろう。よしよしよし、デルタは乗ってるのはね、ゴーストプレイですから。4本足で坂を登り、3本足で降りてくる。到着。言い終わると再び眠りにつく。大佐はひたすら考えた。止まれない、止まれない。スマホでヒントを。DA にいい贈り物ができた。おし。誰の手柄かなんて関係ない。サンタブランカは車を失ったことで、ペルーの売人たちの信頼を失うぞ。これで信頼本当に失うかね。どう、なんか、車失ったぐらいで。車失ったぐらいでな。ちょっと弾の耐性、もっと上げたいな。あー、今取れないのか、あ、取れないや。じゃあ次の目的地は、よし、麻薬燃やしに行くぜ。ペルーのコカインをカルテルに届ける途中で墜落した何機かの飛行機の位置が分かる。この車を使おう。サンタブランカに回収される前に墜落現場行って、結局この車使うって。なんか道中に武器セットある？あー、あるわ。アイコンを押して。はい。OK。これはね、G28 スコープ。おう、スナイパーライフル。そうそうそう、5倍スコープ。G28、あ、5倍スコープなら実用性あるんじゃない今。スコープがない他の武器より。すんげえとこ走ってんな、これ。山に無理やり作った感じ。ここじゃね、ここだね、遺跡。ドローン使えるべ。もう目の前で棒立ちで使う。おお、いるね。ああ、民間人もいる。これで全部。まあ上の方から狙うか。オッケー。破壊を打ち込んでやろうと思ったけど、一般人いるならな。うん、そう、打ち込みたいな。あのさ、誘導グレネードをさ、あのトラクターの近くに投げれば住民は逃げて敵だけ寄ってきたりしないかな。やってみっか。僕がやってみよう。やべやべべ。お、やべやべやべ。あいつは殺し、あー、ダメだな、もう
いやでも警戒は大丈夫だろう。これで、あー見えない見えない。しゃがむとね、投擲物の飛距離が見えなくなるんだよね。そうなのか。よし、こんなもんだな。ほっ、シミュレーターを試そう。おお、あれ一人しか怪しんでない、もしかして。あ、なんか範囲、ちょうど範囲外だったわ。もう一個投げる。ほっ、やつらにフラッシュクラッシュを試してみるか。でも3人か。範囲、でもまあまあか。あの奥のさ、あの辺を普通に倒すとしよう。あとは全員寄ってきたら僕はあそこに迫撃砲を投げる。投げるじゃない、落とす、うん、もうちょっと奥気味で。よし、落とすぜ。反乱軍に間接照準射撃を要請した。攻撃開始。ターゲットを排除。あ、貫通しない。あれ貫通しないね、布なのに。どう見ても通信されるぞ、早く倒さないと。お、勝つ。ナイス、やった。奇跡的に死なない住民。みんな大丈夫か。中継アンテナだ。停止させればカルテルの通信を妨害できる。ん、あ、なんかアンテナあった。パーツ獲得。ちょっとこのアンテナ切っとこう、次のアンテナだ、急ぐぞ。え、次のアンテナ1つ目だから。2つ、あ、時間があるじゃん。時間がある。ちょっと待って、これ時間経過してからもう一回ゆっくり行こう。多分これ失敗したらまた最初からとかでしょ。あれ、ここに武器ケースがある。武器ケース回収してな。はあ、俺のブートに合うな。スナイパーライフルスコープだ。今からでもいいからちょっと向かうか。向こうでも 1.4 キロって多分間に合わないと思うぞ。やめとっか。ちょっと一回武器を整えさせて。はい。あ、スコープかこれ。スコープだよ。あ、そっか、スコープかこれ。なんだと思ったんだよ。勘違いしてた、武器と。よし、スナイパーらしいスナイパーになるんじゃないこれで。あー、でもまあ5倍だね。海兵隊員、シールズ、デルタの4人がキャンプファイヤーを換気で下ろしておけ。あー、5倍相当。まあまあだね。もうちょっとあればな。もうちょっとあればな。くそ、時間切れだ。あー、これまたすぐは復活しないのか。うん、じゃあ次のストーリー、うん、目的地行こう。うん、コカイン。道中にスキルポイントあるわ。俺が運転する。本当に。よし、うん、乗れ。2つもある。はい。ん、どこにいる。あ、これか。なかなか目的地に着かないな。うん、これはおっと。あ、前方にユニダットだ。 あれでもあの数のユニダットなら多分停車してるやつでしょ。停車ってか、まあ、前方見えてんな。あれ引いちゃうか。引いちゃうか。ボーン。あ、一人残しちゃった。まあ仕方ない。まあまあ、今の事故だから。事故だから。アルチューなんだよ。飲酒運転かよ。ああ、だから道じゃないところも平気で走るし。あ、敵いるね。あ、いるね。もうこっか、ここでいいんじゃない。ちょうど上だから高いところ。偵察しよう。うん。あ、違う違う違う。よいしょ、ドローン。あ、なんだあの赤いの。タロットだけ。あと一人。あとどこだ。
人し見つかんない。まあ一人ぐらい。あ、いた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 、オッケー。あの人倒せるでしょ。ちょっとこのスコープを試してみるか。早速。あ、待って、ヘリのプロプレにかぶってる。上の二人？いや、あのこいつを、あ、戻っちゃう？戻ってっちゃった。戻っちゃったね。ちょっと位置関係をもう一回確認しよう。ああ、そうだね、上の二人。うん、これ2やるよ。ちょっともうちょっと打ちやすい場所に移動するわ。はい。え、そっから撃てる？撃てる。オッケー、よし、カウントするわ。はい、ワン、ツー、スリー。敵を排除。あせめせよ。はい、それサプついてないやんけ。うん、ついてなかった。あのね、あの片っぽを当てて片っぽを当ててないがね、二人とも確かにミスっていたんだ今の。うん。オッケー、あと二人。いや、なんか5倍スコープやりづらい。そう、いや、英国よりかは使いやすいと思うんだけど。あの5倍スコープのさ、なんか十字のレティクルになってんじゃん。あ、なってるね、うん、あれで潰れてちょっと見づらいんだよね。上のやつ、上のやつ。え、これどっから上行くんだ。あ、家の中。行って復活させてやろう。 SB の通信施設を見つけた。潰す。ここテイクダウン。テイクダウン。クリア、もう大丈夫だ。もう近接安定だな、近くは。今なんか発見したって出たんだけど。あ、無線機、これもしかしてまたどっか追っかけんのかな。ちょっと今保留しよう。うん。あ、でこれスキルポイント か、 表彰メダルか。そうそう、3ポイント。シリアルのおまけか。お、ほんとだ。で、もう一個スキルポイントあるんだよ。じゃあちょっとスキル得ようかな。ここよいしょ。あ、これ足りないや。ダメ。あ、これ、あ、サブミッションとかやってないからさ、そういうのが全然足りない。そっか。サイレントランもう一個ゲットしよう。ヘリで行くか。そうだね。うわあ、でも怪しいヘリ飛んでるな。よいしょ。あっち、オッケー。うん、スキルポイントがある。おお、敵がいるな。ここも若干のいるね。若干、ここは余裕かな。サンタカタリーナチャペル。よいしょ。ドローン、これサプレッサーつけないと。オッケー。あら、あと中っぽいな。なんでこのヘリ停止したいっていうか、あれ無人で飛んでね、このヘリ。え、本当だ。止まってヘリ、危ない。プロペラに頭がぶつかる。ちょっと待って。おお、大丈夫大丈夫。おお、よし、荒々しい。プロペラ止まんない。ああ、オッケーオッケー、止まってる。オッケーオッケー、これで全員だ。オッケー、よし、迫撃砲だな。安定かな。迫撃砲の無駄遣いだな。いや、1番はよろしく。やるわ。オッケー、投下する。間接照準射撃を要請する。オッケー。あー、オーバーキルだ。よくやった。片付けて先に進め。一瞬でクリア。あ、スキルもらっちゃうね。
あぶねあぶね。あ、痛い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 。Okay. スキルポイント、あ、これか。うん、それ。これが表彰メダルか。あ、1ポイントだ。まだ物資だ。空軍のメダルポイントか。こっちだ。あ、そっち。Okay. よし、じゃあストーリーミッションのとこ向かってそれクリアしたら放送終わるか。はい。これはね、公開収録、うん、公開収録版だから。この動画をそのまま公開するんじゃなくてね、こちらをちょっといろいろ修正編集を施して投稿するんで。ん？座席移動？わ、おお。あそこでできる。ここちょっと移動するだけか。もう降りとけ降りとけ。はい。よし。あれ。よいしょ。どう？オッケー。ここ5回一層だから燃やしまくればいいのか何なのか。いや C4 ポイポイしてればいい多分。焚き火、ああこれフレアか、これ焚き火か。コカイン一つあった。全部で4つか。あこの焚き火のやつは孤立してるからやるわ。あそうだ、これ墜落したその飛行機から放り出されたやつだ全部。なるほど。だからまあこんなことになってるんだ。でね、敵が、事故現場にサンタブランカがいる。全体的に敵が分散してる。そうだね。ヘリさ、なんで勝手に動いてんだあれ。わかんない。よし、このコカには C4 貼っとくわ。はい。C4 設置完了。おっと。あぶねあぶね。ノックダウンしよっか。あ、ナイス。ヒルさん。の。敵も一人いるんじゃないこれ。どこに。大丈夫。あの重装備やるわ。おい。間違った。あれか。止まってくんねえかな。あ、止まった。ナイス。こっち一人来てる。怪しんでる。え、大丈夫か。大丈夫。あとスポットできるやつはあの車の後ろ。あ、いたいたいた。はい。来てるな。ちょっと右に回って倒していくわ。オッケー。敵を排除した。ああ来てるね。ちょっとこの重装備倒すわ。うん、はい。よし、まだ大丈夫だ。よし、あとはもう片っ端からやればいいでしょ。そうだね。ターゲットを排除。撃ちすぎじゃない？いや、念入りに殺さなきゃいけない。いやいや、ひどい。よし。よし、じゃあもうあとは好きに燃やしていいぞ。はい、C4 ぽいぽい。よっ。爆破準備完了。んで、発火。あれ？はい、これも。あ、できてる。ボン。よし。処分したぞ。全部こんな感じだったら楽なのにな。本当な、ここめっちゃ楽だったな。よし。であれ、ちょっとやっぱ俺スコープ変えるわ。オッケー。焚き火全然これ赤くないな、おかしいな。よし、じゃあ終わりますか。こんなところで。ああ終わりか。そうだ。はい。爆薬セット完了。ああ。ごめんよごめんよ。ああ。あ、C4。あ、危なくない？大丈夫？ここでなんかやり直しとかやで。ああ危ない。危機一髪だ。